今月1日、青葉区の77銀行本店で店員を脅し、金を奪おうとしたとして強盗未遂の疑いで逮捕・送検された69歳の男性について仙台地検は不起訴処分としました不起訴処分となったのは宮城野区幸町のパート従業員の69歳の男性です男性は今月1日、77銀行本店の窓口で、 爆弾に見立てた置き時計をバッグから取り出し、爆弾を持っているなどと店員を脅して、現金を奪い取ろうとした疑いで逮捕・送検されていました。仙台地検は、今日付けで男性を不起訴処分にしました。その上で、医療観察法に基づいて適切な治療を受けさせるため、医療機関に入院させる申し立てを仙台地裁に行ったということです。 仙台地検は犯行時の精神状態等を考慮して不起訴にしたとコメントしています。